皆さんこんにちは。私は株式会社岩井研の岩谷圭介です。これから皆さんにもうすぐに実現できる宇宙旅行のお話をします。それは風船宇宙旅行プロジェクトです。我々株式会社岩谷研はスペースバルーンの研究開発を専業で行う日本で唯一の企業です。これまで我々はたくさんのスペースバルーン打ち上げを行ってきました。その中で2つの100があります。1つは打ち上げ実績100回以上、この短期間でこれは世界最多です。もう1つは打ち上げ回収率 100%、 これも世界最高です。我々はスペースバルーンにおいて最も実績と信頼のあるチームなのです。その我々が目指しているのが天空2万5000という気球で宇宙旅行を実現することです。天空2万5000は宇宙旅行を2021年に実現する乗り物で、誰もが安全着実に宇宙旅行に行けるようになります。しかも破格の1人100万円で実現します。それでは皆さんがどのような宇宙旅行を体験できるか、私たちの無人気球で撮影した景色で説明していきましょう。気球はゆっくりと宇宙へ近づいていきます。そして宇宙遊覧ができる高度2万5000メーターに達します。高度2万5000メーターではこのような景色をご覧になれます。ここで2時間程度宇宙遊覧した後、海上に帰還します。総飛行時間は4時間です。ゆっくりと上昇下降するので体への負担は小さく、誰でも乗ることができます。これを見てください。去年の春に人の代わりに魚を連れて行きました。外の世界は生物を即死させますが、装置により守られこの通り元気です。負担は実際新幹線よりも軽微で、現在も元気にしています。この魚が見た景色は宇宙飛行士の方々からも宇宙ステーションから見る景色とほとんど違いはないと言われました。このように生物が行けるという証明はなされたわけです。我々の目指す宇宙旅行を他の宇宙旅行と比較してみましょう。表をご覧ください。いかがでしょうか。低価格なだけではありません。特に安全面において気球は圧倒的で、自動車以上に安全です。まさに気球は宇宙旅行に最適な乗り物なのです。誰もが安全に手軽に行ける宇宙旅行が実現できるのは気球だからこそなのです。実現のためにはご覧のように様々な技術が必要となりますが、私たちは研究開発を続けてきました。その道のりの半分以上達成している項目がたくさんあります。我々は宇宙旅行に最も近づいている日本企業なのです。さて、宇宙旅行の市場はどの程度あるでしょうか。調査によると世の半数以上は宇宙旅行に行きたいと答えています。しかしそれは金額次第のようです。気球ならば100万円です。もう半数以上が行けると言っているのです。さらに気球による宇宙旅行のビジネス規模を考えてみました。2019年の世界の観光産業は1000兆円です。仮に 0.1% がこの宇宙旅行を利用すれば1兆円の市場が生まれます。同価格帯の豪華客船と比較しても 1.4 兆円です。100万円の宇宙旅行で1兆円程度の市場が生み出せるんです。この気球は宇宙旅行のみならず宇宙産業インフラとしても大きく貢献します。宇宙産業のすべての事業にバルーンは関与しています。現在小さい割合ですが、この気球によって未来にはもっと貢献できるはずです。一方で我々の気球開発はさまざまな派生ビジネスを生み出します。現在進めている宇宙旅行だけでなく、宇宙実験やロケットの軌道投入、バルーン係留型の簡易宇宙エレベーターと宇宙開発にも応用します。また地球観測の分野にも適用します。この有用性は実証済みで、すでに3億5000万円を対象とする開発補助金を受けることが決定しています。このように宇宙に関わる多角的なビジネスとして成長させられるのです。これは宇宙旅行だけの売上予測です。2021年より運行開始し、徐々に回数を増やし世界展開します。2024年には売上100億円突破を目指します。私は宇宙工学を勉強して、この研究を2011年に開始し、2016年に法人化して現在に至ります。ご覧のようにこれまで多くの協力者のおかげでここまで頑張ってくれました。この場を借りてお礼いたします。本当にありがとうございます。我々はパートナーと共にあり続ける企業です。我々が目指す夢はとても大きく、我々の力だけではとても成し遂げられません。今後もより多くの皆様のご支援ご協力を得ながら全力で取り組んでまいります。そして私たちは誰もが宇宙旅行できる未来のため開発を進めていきます。子どもたちに夢を与え続けていくこと、これが我々の使命なのです。ご清聴ありがとうございました。